耳にして帰ってきたぞ、帰ってきたぞ。不思議ね、声が返ってくるなんて。向こうの山に人真似の上手な天狗かなんか住んでんのかしらね。バカだな、山彦なんて声が向こうの山に反響して帰ってくるんだ。音は光より速度が遅いからずれて聞こえてくるのさ。知ってるわよ、そのくらい。夢のない子ね。ん、何してるの、郷さん。この岩を見ろよ。鋭い爪のようなものでえぐられている。怪獣の爪痕なの、郷さん。うん、体重に1000トンの怪獣かもしれねえな。やめてよ、バカバカしい。こんなのピッケルで叩いたってできるわよ。それよりもグズグズしないで登っちゃいましょうよ。郷さん、せっかく東京を離れたんじゃないか。時間を忘れてのんびりしろよ。耳を澄ましてごらん。自然の息吹が聞こえるぞ。姉ちゃん、郷さんって仲のいいとこ取ってやるよ。その代わり現像代姉ちゃん持ちやぞ。ずるいわよ、そんなの。何を見とっていいんだぜ。どうしてそういちいち逆らうの。悪知恵だけは発達して郷さんって並ぶとすり合い取れねえから、そこの石に乗って。チーズ。バラゴイジェット戦闘機かませようよ。ジロ、初めからこうやっていたずらするつもりだったんでしょう。違うよ、本物の怪獣だよ。嘘おっしゃい。写真にわざと怪獣ダブらしたくせに。信じてくれよ。そうだ、これ大変だ。こら待って、兄ちゃん大変だ。ジロのバカ。言って、俺じゃないってば。あ、うるさいな。もう見てよこれ、現像焼き付けみんな私に持たしておいて。こうなのよなるほど、怪獣が二人の中を邪魔してるわけだな。それにしても随分うまく作ったな。これ本物の怪獣だよ、作り物じゃないよ。信じてくれよ。お前がいたずらしたんじゃないのか。俺そんなことしないよ。早く待って連絡してよ。ジロ、この通りのアングルだとすれば50メートル先のあの辺りに怪獣がいたことになりますね。そうだな。隊長、これやっぱりトリックじゃないでしょうか。うん、違います
弟はわんぱくですけども嘘をつくような子じゃありません。この写真は本物だと思います。これがもし本物の怪獣だとすると、あなた方4人はこんなに大きな怪獣に気づかなかったということになる。そんなバカなことがありますか。ちょっとこれを見てください。あの日気ままにスケッチしたもんですが、この通りもう一つ別の岩があったように思うんですが。一つ消えてしまってるわけですね。ええ、そんな気がするんです。この通りのスケッチだとすれば大怪獣だ。ゴー、お前こんなでかいやつに気づかなかったのか。はあ。この岩の傷跡が気になって。この傷跡が怪獣のもんだとすると、相当に鋭い爪を持ってることになるな。凶暴なやつです。だから気づかないという方がおかしいんです。こちら南。加藤だ。予定地域の偵察完了。怪獣らしいものは発見できません。了解。本部へ戻って待機しろ。了解。次郎君、この写真はやっぱりトリックとしか思えないな。本当のこと言ってごらん。嘘なんかつくもんか。もういいよ、待って頼まないから。隊長、これ以上調査しても怪獣は出てこないと思います。うん。しかしこのままでは次郎君がかわいそうです。もっと突っ込んだ調査をお願いします。俺たちはマットとしてできる限りの調査をした。これ以上何をしろって言うんだ。南の報告だって聞いたろ。この一帯に怪獣の姿はないんだ。しかしこの写真に怪獣が。子供用のカメラだろ。どこまで信頼していいかどうか。これおもちゃじゃないよ。子供用のカメラは固定焦点レンズです。ピントは無限大、つまり50メートル先の怪獣が映ってもおかしくはないわけです。お前、俺たちマットより子供を信用するのか。俺そんなつもりで。よし、5は残って引き続き調査を続けろ。ただし今日一日だけだ。いいな。はい。佐川さん、我々はこれで失礼します。お騒がせしてどうもすいませんでした。いや、ゴー、一人で大丈夫か。ええ、この写真が偽物でないことを突き止めてみますよ。頑張ってね、ゴーさん。すごい残機だ。何かとてつもないものが潜んでいる。この山のどっかに。やつだ、こっちへ来る。びっくりするじゃないか。怪獣だ、怪獣が来るんだ。あんた怪獣。のんびりしてる間はないんだ。早く逃げろ。おい、聞いたかよ、ここへ怪獣が来るんだってよ。Yeah!
目だけしか見えなかった。不思議な怪獣だ。目だけの怪獣なんてまるで化け物だな。いや、奴は口があったはずだ。その証拠に火を吐いてテントを焼いてる。しかし、見えたのは目だけでした、50メートル先にいて見えなかったり、暗闇とはいえ目だけしか見えなかったり、この怪獣はもしかすると我々の目をごまかす特殊な皮膚組織を持ってるのかもしれん。じゃあ透明怪獣とまではいかなくてもそれに近い特殊なものだ。隊長、うん、隊長、この鋭い爪の跡は同じものだ。ああ、とすると、二郎君の撮ったこの写真の怪獣はやはり本物だ。俺、二郎君に悪いこと言っちゃったな。トリックじゃないかなんてね。お、あれだ。見えない怪獣の謎が解けた。奴は保護色というか隠蔽色というか、つまりカメレオンやライチョウのように周囲の色に自分の皮膚の色を合わせてしまうわけだ。そのために岩に見えたり目だけしか見えなかったわけだ。夜はものすごく凶暴でありながら、昼間は攻撃されても逃げていきましたね。夜行性ですね。攻撃するなら昼間に限るな。追い詰めても保護色を使って逃げられる恐れがありますね。逃さない方法がある。レインボー作戦だ。レインボー作戦。七色の虹、綺麗なカラー塗料を吹きつける。そうですね、隊長。うん、そうだ。奴がどんな色に変化しても着色した色は変わらない。決して見失うことはない。カメレオン怪獣もオターゲットわけだ。そこでな、怪獣がこの地獄谷から移動しないうちに作戦を実施する。発見し次第空から着色剤を吹きつける。マットは空と陸とに分かれてレインボー作戦を開始した。隊長、いないようですね。いや、この辺一帯を住処にしているはずだ。どうした？いるのか？うん。間違いないな。間違いありません。よし。こちら加藤。怪獣を発見した。レインボー作戦、スタンバイせよ。了解。Thank you.
やつめ昼間は全く戦意がないぞ。こっちの思い通りだ。追い詰めろ。はい、はい。いいぞ、その調子だ。結構だ、見ろ、奴はどの色にも変わらないでいるぞ。よし、俺がとどめを刺してやる。そう、これでも食らえ。黙みろ。危ない、奴は怒ったぞ。見ろ、刺せ。隊長、このまま引っ込んではメンツが立ちません。反撃しましょう。夜行性なのに昼間あんなに暴れるとはな。甘く見すぎた。我々の負けだ。すぐ日が暮れます。奴は夜になるとますます獰猛性を発揮します。いや、奴を見失うことはない。反撃するのは明日にしよう。翌朝、再び怪獣撃滅作戦が行われた。隊長、怪獣の姿が見当たりません。そんなはずはない。着色してあるから逃げ隠れはできないはずだ。見つけ次第報告しろ。了解。くそ、逃げ出したのかな。いや、この地獄台のどこかに潜んでるはずだ。おかしい。これだけ探して発見できないなんて。どうします、隊長。おかしいな。そう、カメレオン怪獣出てこーい。よし、もう一度仮を調査しよう。やつは色でごまかせなくなったんで地面に潜っていたんだ。隊長、道を塞がれました。仕方ない、攻撃して切り抜けるんだ。はい、はい、行くぞ。
隊員として当然のことをした前です。まったく飛んだカメレオン怪獣だったぜ。虹が、お、やつが昇天するのかな。そうかもしれんぞ。